皆さんこんにちは。今日もノンの夢の中をお楽しみくださいね。今日は土曜日なのですが、ママが出勤です。でもよりによって初雪が降っちゃったんですよね。ノンは前もってエンジンをかけて温めておいた中で待機してたんですよ。すごくお利口さんに待っていました。雪の中でどうするのかなと思って興味があったんですけどね。最初はいつものように訓活をしようかな思っていつものコースをたどってますよね。ところがとりあえずクンクンとして匂いを嗅いだりいつものコースで動き回ったりはしているんですよね。でもなんか変だな、なんか白いものがあるぞ、しかも寒いぞ、アイオの跡がついてるな。自分じゃわかるわけないですけどね。これは私が勝手につけたセリフですけど、でもなんかどうもねあまり気乗りがしなかったみたいですね。その証拠に今日は寒いからさっさと中に入ろうよ。ノン、入ろう。ほーら、早くさっさと入っちゃいました。この食事はブロッコリー混ぜご飯です。ノンが一番大好きな混ぜご飯なんですよ。あれ、まあやらかしましたね。久々にいたずらっ子のたずら。でも何事もなかったかのようにいつものようにクッションに押さえ込みってしてますよね。まあ可愛いから許してあげるからね。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もお楽しみに。